もう来たか。カズキ。キリュウさん、すいません。お呼び立てして。いや、それより体の方は大丈夫なのか。ええ、もう大丈夫です。カズキ、すまなかったな。こんな目に遭わせちまって。いえ、伊達さんには助けてもらったんです。何言ってるんだ。いや、本当です。私をあの組織から救い出してくれたんですから。どういうことだ？実は、半年ほど前から私は監禁されてたんです。半年も？え？じゃあ店にいた和樹さんは？ああ。あれは俺じゃない。例のもう一人の男だ。最初は俺も信じられなかったよ。自分そっくりの人間がもう一人いるなんてな。その男は、韓国人でした。人言派の連中か。そうです。店先で急に襲われたと思ったら、半年間も監禁される羽目に。じゃあ奴らはお前を利用して、俺たちをはめようと。おそらく。桐生さん、伊達さん。奴ら、とんでもないことを話していました。なんだ？監禁中に知ってしまったんですが、奴らはこの街を破壊するつもりなんです。どういうことだ？爆弾は一個じゃない。すでに多くの爆弾がこの街に仕掛けられているはずです。え？奴らは着々と準備を進めてました。爆弾の場所は？ただ、数はわかります。いくつだ？連中は言ってました。26年前、殺された恨みの数だけの爆弾を用意したと。キリュウ、確か例の事件で死んだ人間は33人だ。爆弾は全部で33個。一つがミレニアムタワーの爆破。そしてもう一つが、昨日倉橋が準備したものだとすると。残りは31個だ。キリュウ、俺は警察に事情を話して爆処理を発動できるように要請する。爆処理？爆発物処理班のことだ。たとえ爆弾が見つかったとしても、専門知識がなきゃ処理することはできんからな。わかった。
めになってやるよ。取れ！マジかよ。取れ！31個の爆弾だって？はい、でも大丈夫です。爆弾の件に関しては伊達さんが警視庁に掛け合ってます。今俺たちにできるのは町を合流会から守ることです。そうは言っても主だった幹部は殺されちまって、組員は浮き足だってまとまりがつかない状態なんだよ。柏木さん、どれくらい兵隊を集められるんだ？そうだな、神室町周辺の組織に声をかければ300ぐらいはなんとか。柏木さん、その300人俺に預けてくれ。ああ、すぐに招集をかける。搭乗会のために立ち上がってくれるんだね。親父や風間のおじきが体を張って守ったこの町を、郷田龍二のようなやつ好きにさせたくねえんだ。合流会を返り討ちにしてやる。大吾、お前。みんな、聞いてくれ。いいか、これは搭乗会だけの問題じゃない。関東の極道組織の存亡をかけた戦いだ。はい。俺たちはこの街と共に生きてきた。政権様から痩せれば綺麗事かもしれないが、俺はこの街が好きだ。だから世話になったこの街に恩返しがしたいんだ。天下の搭乗会の組員として体張って合流会の神室町進行を食い止めようじゃねえか。はい。これで大吾は誰もが認める搭乗会の跡目ですね。俺だ。わかった、すぐに西の河原へ向かう。どうしたんだ？伊達さんからだ。
何か問題があったらしい。
何があったんだ。警視庁は今回の一件動かないようだ。何だって。伊達は例の事件の容疑者だったんだ。そういう人間の情報は信用できねえってことなんだろう。それに31個の爆弾が仕掛けられてるってのも和樹の証言だけだ。昔から警察ってとこは証拠がなければ動かねえ。分かってはいたんだが、こうも門前払いを食らうとはな。それじゃあカムロ町を救う手立ては何もねえのか。俺たちでやるしかねえな。300人の組員爆弾処理に回すんだ。合流会はどうする。俺が相手になる。一人でか。この広いカムロ町で31個もの爆弾を探すのは簡単じゃねえ。町に詳しい東城会の連中は全員そっちに回った方がいいだろう。だから合流会は俺が何とかする。分かった。しかし31個か。せめて場所だけでも分かればな。ここのシステムが残っていれば増産もねえんだが。そろって不景気な面しとって。真島の兄さん、イリアちゃん、絶体絶命のピンチって感じやな。おれ、山やドキドキ。システムが必要や言うてたやろが。うわりゃ、なんでやねん、なんで動かへんねや。うわりゃ、おいおい大丈夫か。うわりゃ、止めた方がいいんじゃねえのか。うわりゃ、うわりゃ、うわりゃ、動きやこれ、動きやこのボケ。どうなってるんだ。ここはこんなこともあろうかと俺がメンテナンスしとったんや。ほう、大したもんだ。まっ、ほんまはこれでボロ儲けするつもりやったんやけどね。助かったぜ、真島の兄さん。おれ、あんたの出番やで。伝説の情報屋班。おう、これなら爆弾の場所を特定できる。あとは任せたぞ。ああ、
殺したろか。何の関係もねえ人間。
駄じゃって。お前らの狙いは俺だろう。その通りや。ここなら確実にあんたに会えると思うとったんや。ずいぶん手間かかったみたいやないか。龍二。おお、ええつらい。それでないとやりがいがないっちゅうもんや。よっしゃ、思う存分暴れたれ。今のあんたを倒しても本物の竜にはなれ。それにあんたには他にやらなあかんことがあるやろ。なんだと？爆弾の処理や。お前が人言派を使って仕掛けたんじゃねえのか？あれは人言派が勝手にやったことや。関係ない。わしもこの町傷もんにされたら困んねえ。何を言ってるんだ。いずれカムロ町はわしの町になる。綺麗なまま引き渡してもらわんと価値が落ちてまう。龍二、全部ことを済ませたらわしんとこへ来いや。逃げも隠れもせん。この町で一番高いところであんたを待つ。
わかった。今度は一切の邪魔はなしや。サシの勝負や。